3始まりました、高速バス乗り場の前に来ております、今からですね大阪から岐阜県の方に、バスの方で移動ということで行ってきます。これからですね、バスに乗って岐阜県へと向かいたいと思います。それでは行ってきます。はい、菊屋島店さんの方に無事到着しました。40分ぐらい歩いてるんですよ。しんどすぎな、これは。さすがにね。シャカリキって皆さんご存知でしょうか。いや、知ってると思いますよ。はい、どんな番組でしたっけ。シャカリキ超過酷ガチ実践番組です。はあ、れか、はい、まあ、何が過酷なんですか、パン君。いや、まず一つ、はい、移動、はい、僕たちね、はい、バスと、はい、さらに徒歩でここまでやってきました、はい、ね、お昼とか夕方に出たのにもうね、日もまたこうかというぐらいな真っ暗です、はい、であと食事、食事これもね、やっぱり前の見てた人分かると思うんですけど、はい、ちょっとひどいのが出てくるかもしれないと、はい、あと野宿、これもマスト。ここっすよね、マストっすよ、問題はね、はい、野宿でしたことないですもん、全然。過去のシャカリキでは一泊やったんですけども、今回からなんと二泊と。グレードアップしちゃった、はい、僕ら謎に前乗りから始まって、ね、宿泊から実践で、そして宿泊から実践っていう、この二泊しないといけないんで、ね、さらに過酷になったと。ただね、はい、それだけじゃないですよ。もうむしろそっちがおまけみたいなもんす。おまけ、おまけみたいなもんす。これですよ、シャカリキといえばこちら、ミッション。ミッションボードですね。これがね、一番大事なところっす。はい、なぜ重要かという話ですね。はい、はい、お願いします。なんと、今回は、僕とパン君、演者生命をかけてこのミッションボードに挑もうということで、そうなんです。なんとライン数、4ライン以上、4ライン以上をクリアしないと、まあ、事実上のクビみたいなもんですね。僕らは演者を辞めると。そうですね、はい、でこれは僕とパン君と、自ら志願して、それまでしてでも、しゃがり気に出してほしいと。そうです、決して会社からやれって言われて、はい、その条件を飲んだとか、はい、そういうことじゃないんで、僕たちで、はい、むしろお願いして、自らそれぐらいの、まあ、覚悟を持って挑ませていただきたいと。期間が、1年間、まあ、月1回収録、2日間にわたってなんで、はい、計24戦するの、はい、はい、計24戦で、このミッションを全部抜いていこうと。まあでもね、僕たちはその演者生命をかけて、はい、やることを決めたので、はい、挑ませていただきますので、4連ぶち抜いて生き残りたいと思います。はい、はい、で、時刻がですね、はい、もう日をまたいでおります、はい、ということで我々今日この後、ね、移動に時間かかりすぎて全然何も食べれてないんで、はい、もうお腹ペコペコなんですよ、はい、で、明日 朝一からね、実践というのもありますので、もうささっと、もう野宿の用意をしてご飯を食べて眠りにつきたいんで、はい、早速、そうですね、もう野宿の方に準備しましょうか。準備しましょうか、はい、はい、ということで準備にかかりたいと思います。はい、はい、ということで来ましたね、はい、スタッフさんが用意してくださいました。じゃあまずこれ ね、 行きますね。これテント、はい、これが今日から僕たちが、はい、使わせていただくテントで、寝袋ね、寝袋ですね、寝袋、はい、で肝心なのはで、はい、これですよ。まあ僕たち腹ペコペコなんでね、はい、本当にこれですよ。これ何ですか、これ。これ何、生、いや生でしょ、だって開いてないですもんね。エリンギ調理して食べるということ。卵、人参、出てきんの。まあまあおにぎりはまだね、そのまま食べるで分かるっすけど、こんなんどうやってきちぎれっていうこと。え、まあでもまあでもマヨネーズって、これマヨネーズっすよね。これ唯一の救いっすよね。まだマヨネーズだったら大体何でも食べれるんで。ああ、もうじゃあ全部これで味付けしてねってことしかないでしょ。これなんすか。あ、でもこれあれ、火つくやつ、ガスボンベのやつっすよね。ああ、なるほど。ほんならもうそれで調理せえいうことっすね。残さないでマヨネーズ、え、全部ですか。これ使い切るの。テント先にそっちやっちゃわないといけないですもんね。とあれですもんね。いやー、これは無理ですわ。いや、もうこれ分かります？砂利ですよ。こんなもう背中ボコボコなりますで、こんなん全然無理ですって。自分たちで取れ、
いなくなるんですか。変えるんすか。もう、ええさよなら。えこれとかもう2人で。いやー、それはきついっすよ。ちょっと待って待って待って、本当に返してる。はいはいはい、携帯で、あとは携帯でじゃないんすよ。はい、いやー、ようやくちょっと時間なんかテントっぽくなりましたね。テントできましたね。ただね、やっぱゴツゴツしてるそれやばそう。はい、まあ、実際に寝れると、はい、こういう感じですよね。あ、ギリギリ入りましたね。はい、あ、いいですね、いいですね、そう思いました。これ寝返り打ったら怪我するかもしれないですね、はい、ちょっとね、衝撃があると。もうここで微動だにしないんだったら痛いって済むけどなるほどなるほど。じゃあ、とりあえず最初にそれやっちゃったらいいんじゃないですか。ゆで卵をします。うん、ゆで卵と人参を入れちゃいましょうか。こう茹でます。うん、それで全然いいと思いますはい、グツグツなってきました。おお。なんかね、それっぽいでしょ。沸騰してるっすね。沸騰してるでしょ。安心しました、はい、よかった。これ熱っ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 、ちょっと待って、熱っ。まずは卵からですかね、はい、もう揚げますよ。人参があれですよね、ちょっとまだ今ちょっと確認したけど端すら刺されへんぐらいなんで、まだ卵はもう多分ほらね、わかります、これもうほらひび割れて、ね、ほらもうゆで卵、あららら、はい、こんな感じでーす。あ、いいっすね、いいっすね、そんくらいっすね。いただきます。どうぞ。どうですか。美味しい美味しい、震えるぐらいうまい。よかった、シェフも自信ありの。うまいいですか。はい、どうぞ。食べてもいいですか。はい、僕ね、一口でいっちゃいます。いただきますうーん、やっぱ最高っすね。あの、え、これめっちゃうまいっすね。めっちゃうまいっしょえ、なんかちょっと最悪な食材ばっかなのかなと思ったけど、もしかしたらヨードラン光なのかな煮ました。はいはい、大輝さんが愛情込めて作ってくれた、はい、人参煮たやつ。いいっすか。いいっすよ。いただきます。やわらかっあくっ。一回マヨネーズつけて食べてみてもらって、はい、ちょっとつけたんで、はい、食べてます。あのもう料理ですね、これ。はい、はい、しっかりと料理させていただきました。あの、いや、人参にマヨネーズ乗っかったら料理完成しましたこういう料理です。あの、ゆで人参のマヨネーズのせ、はいはい、うん、これはもう料理ですね、はい、次も楽しみになりました料理楽しんでるじゃないですかごちそうさまですはい、これね、もう10言うてるでしょ。ほんとだ、はい、じゃあこれは多分さっきのみたいには時間かかんないで、まあそんなにかかんないと思いますよ。めちゃくちゃいい感じに。あー、わかります、見えるかな、これ皆さんに。ちゃんとほら焼き目ついて、おいしそう。わかります。はい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 、ね、いただきます。はい、どうぞ。うまい、うん、ははこれ本当にうまい。食えるとかじゃない。はい、うまい。びっくりしました。はい。落とす。いや本当だったら。いい音。ね、溶いてからの方がいいっすよね。はい。そうですね。もうやっちゃった。もうこの上でやりますわ。はい。はい、2個。はい、2個。卵2個も食べれるなんて幸せだ。あ、でも卵はやっぱすぐ焼けるからいいっすね。そうですね。はい。こんな感じになりました。うん、これはね、安心と信頼の卵、うん、今もうおにぎりもいっちゃっていいですか。あ、もう全然全然。うん、なんか過酷って言ってる割にはうまくやっていけそうですかいや、これね、やっぱ続いたら地獄っすよ、本当に。続いたら地獄っすかね、うん、
まあ、ちょっとね、あの想像以上に時間がかかってますんで。そう、そういった面でもね、はい、その食事の内容だけじゃなくて、はい、明日への影響、まあ、でも最近おさんが作ってくれたのも美味しかったし、最後のこのスクランブルエッグおにぎりも美味しかったんで良かったです。はい、はい、ということで、無事食事の方が終わりました。終わりましたね。した片付けとかを済ませて、そうですね、今これ撮ってるとこなんですけど、ちょっと、まあ、分かりますかね、気づいたらもう明るくなってるんですよ。もう白もう朝ですね。こんな時間までかかってしまうとは、はい、ちょっと予想外ですよね。まあ、ちょっとね、こちらにありますミッションボード、抜くために我々頑張っていかないといけない。で、4ライン抜かないと、演者を引退ということで、僕たち頑張らせていただくんですけれども、はいはい、そうですね、正直ね、4ラインクリアできると思え、簡単にはかなりきついもんばっかりですよね、うん、とは思うんですけど、ちょっとネガティブな気持ちもあるんですけど、うん、やっぱり今回僕たちは演者生命をかけて挑戦するということで、そうですね、もうそれもできそうとかできなさそうとかそういうことじゃなくて、うん、もうやるしかないという気持ちで、そうですね、もう僕らはやるしかないというか伝説作りにしてますから。伝説、はい、それはもちろん。伝説とはどういうことですか？まあ、このビンゴ全抜き、はい、いや僕ら結局その、ね、今まですごくくすぶって、はい、飾るチャンスを生かしてこれなかった僕ら二人が、うん、そのやると決めたからにはそれぐらいの覚悟を持って挑まんと、見てる人にもやっぱ失礼やし、でやっぱインパクト衝撃を与えないと僕らは多分またくすぶっちゃうんじゃないかなって。いやちょっと今の聞いちゃったらさっきの僕の話消してほしくなっちゃった。そんなもう前ラインとこまで考えたんすね。気合い入れて、はい、でパン君と、伝説を作りたいなと思っておりますので、皆様には温かく応援していただけると嬉しいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあ内容とかに関してはね、多分またオープニングとかでいろいろ触れるとは思うんですけど、はい、多分時間的にね、狙いね、早すぎないとやばいんで、はい、今日はこんなもんにして、はい、明日からたっぷりと。明日からというかもう今日やねんけどね。もう数時間後。はい、もう数時間後にはもう入場が待ってますんで、はい、それまでにしっかりね、体力回復して、はい、本調子で挑めるように寝ましょう。そうしましょうか。はい、では。朝やけど。まあ、もう寝よう。もう一塁行けば。寝よっか。おやすみ。おやすみ。はーい。初日、朝を迎えました。はい。パン君。パン君、おはようございます。朝です。おはようございます。嘘だ。おはようございます。おはようございます。朝食のお時間でございます。腹減ってないですわ。全然腹減ってないですよ。本当ですか？いや、それはだってさっきですもん、食べ終わったの。嘘、僕もですけど。僕も全然お腹減ってないですけど。これがその朝食ですか？いいですか？はい、食パン。やっぱり。で、ご飯ですよ。サンマ、かば焼き。俺、魚あかんっつってんの。あれがこんな食うんよ。ご飯ですよと、サンマのかば焼き、まあ、これはさっきスタッフさんから、はい、全部食べなくてもいいっていうふうには聞いたんで、はい、まあ、各々が食べたい分だけ。じゃあご飯じゃないのに塗ったことはないから、ご飯の適量みたいな感じで言ってるけど、ご飯ですよって言われなかったらやっぱりちゃんとジャムに見えますよ。いや見えないでしょ。じゃあ俺こんな塗って大丈夫な。じゃあいただきましょうか。いただきますか。はい、いただきます。いただきます。うわ、あ、思ったより全然、うん、おはようございます。おはようございます。
ついにこの日が来ました。やってまいりました。はい、シャカリキ3、本日が実戦初日でございます。はい、そしてですね、実戦ホールさんの方は岐阜県にございます菊屋島店さんになります。はい、こちら、菊屋島店さんの方では、第3土日の方で、毎月実戦の方させていただくという感じですけども、体めちゃくちゃ痛いんです。いやもうね、しんどい。まだ1ゲームも打ってないのに、はい、もうあの過酷がすでに体に来てますんで、夜があんなんでもう朝方ぐらいまでだらだらやってたんですけど、はい、なんでもうやっぱね、待遇ゲットするしかないですよ。もうだから要は、やっぱ4ラインクリアはもちろん、しっかりもちろん、あのこれを本気で抜きに行かないと、はい、多分体持たんので、あの本気で我々これ抜きに行こうと、はい、でじゃあ今日はパンクどこに、まあ、多分各々の考えがいろいろあると思うんですけど、はい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 、こちらのボット1万回転ミッション、はい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 、これに挑戦したいと思います。唯一の確定で取れるであろうマスですからね。そうです、うん、もう何としてでも今日ゼロっていうのだけは避けたいで、まあ、その流れでもし良ければ、運が良ければこの5000枚以上だとか、まあ、その出玉系にも絡んでくるんで、うん、僕は今日凱旋から行きたいと思います。なるほどなるほど。ドンさんは、僕はですね、この1日80ペカ以上で、1ゲームレンビック、朝1戦で初当たりとか、うんうんうん、まあもろもろ考えるとやっぱジャグラーが一番一気にトトトって抜ける可能性を まあ、秘めてると。いやでも1日80ペカ以上、はい、これはやっぱり前のシャカリキでジューシーさんがやってたのを見ても、うん、77かなりしんどそうだったじゃないですか、うん、まあ、実戦時間の違いとかはもちろんあると思うんですけど、うん、まあ、僕の方は言うたらもう確定に近い、うん、もうぶん回せばいける、うん、でこれはやっぱ精神的なストレスとかもいろいろあって本当大変だと思うんですよ。だから本当にこれ取れたらめちゃくちゃでかいんで、パン君番組タイトル言うてみ。何ですか、何をすか。番組のタイトル言うてみ。シャカリキ。そういうことです。シャカリキに回すと。そうです、そういうこと。でこれね、本当取ってくれたら、はい、マジでありがたいんで。そうですね、ちょっと任せちゃうのもなんか申し訳ないんですけど。いや取りに行くとかじゃない、取る。心強い、うん、いやそれぐらいの気持ちっていう話を僕はもう昨日したつもりやけど伝わってなかった。行こう、もう全部行こう。それぐらいの気持ちで今日は取れるところもとにかく全部取りに行く。気合も入ってますんで行きましょうか。行きましょう、はい、頑張るぞ。はい、行こう。おはようございます、よろしくお願いします。よし、おはようございます。よろしくお願いします。あった。まあ、情報がかなり少ないんで、台選びかなり難しいんですけど、まあ、ちょっと後付けの理由になるかもしれないですけど、まあ、設定も今後意識していくことが必要になるんで、例えば角に入るのか入らないのかとか、そういうところも今後のためにちょっと情報が欲しいので、今回は僕、この角台の凱旋をしたいと思います。さあ、いよいよ始まりました。昨日の夜こっちに到着して、それから半日ぐらいですかね、僕と大輝のさん2人のチャカリキ3第1戦目開幕です。で僕は今日凱旋選んだんですけど、まあ、絶対にクリアしなきゃいけないミッションが1万回転、これに関しては、まあ、凱旋、まあ、時間あたり800ゲーム以上は回せると思います。というのもこのミッションに関しては通常時だけっていうわけじゃなくて AT 中などもカウントしてくれるん で今回ちゃんと犬目も入れてるんで、それを終了時に確認してその通算回転数が1万を超えていればクリアということになります。で他にですね、ちょっとあのミッションの欄を今画面の方で出していただきたいんですけれども、1万回転以外にこの台でクリアできるミッションというのがいくつかございまして、それがですね、出玉系のミッション、一撃5000枚、2日でプラス5000枚、そして2日でプラス1万枚などですね、このあたりのミッションに関してはですね、今やっぱり6号機がかなり増えてきている状況の中で、達成できる台が減ってきていると、それこそもう旧基準機っていう台に関してはかなり、設置数そして、まあ、選択肢も減ってきているんで、この凱旋で達成できるのが一番ありがたいです。でですね、今日に関してなんですけど、僕は凱旋の1万ゲームっていうミッション、これに関してはもうまずまず間違いなくクリアできると思ってます。ただ本当に辛いと思うのは大輝のさん80ペカミッション、マッチの方が僕のより断然きついと思うんですよ。僕の方はもうひたすらに回せば
まあ、クリア1万回転に関してはクリアできると思うんですけど、大輝郎さんの80ペカっていうのはあっちの方はもうただ分回すだけじゃなくて、もうメダルの入れ方とかまで工夫して、まあ、あの子役が揃わなかったゲームでメダルを投入するだとか、そこまでしないとクリアできないミッションなんで、絶対僕のより辛いんですよ。昨日僕たち前100で来て、まあ、野宿、ご飯いろいろしんどいことがあって、やっぱり大輝郎さんも漏らしてました。いや本当思ったよりきついわって、実戦もまだ始まってないのに。だけどそんなしんどい状況の中で自分からあのミッション俺がやるって言ってくれたんですよ。大輝郎さんを信じて、僕も必ず1万回転、そして、凱旋で達成することが可能な出玉系ミッション、そして、まあ、8192ゴッド、これなんかもクリアできる可能性高いと思うんで、一気にミッション取れるように頑張りたいと思います。よほ、店内入るの初めてなんで、どこに何があるとかちょっと分かんないんで、一旦ちょっとぐるぐるして島のあれだけ把握しますか。あ、ちゃんと凱旋行ってますね。で僕はこっちのジャグラーコーナーですよね。ジャグラーコーナー、あーなるほどなるほど、こっちは円みたいになってるんですね。なるほどなるほど、あすいません、ちょっとめちゃくちゃ勝手なんですけど、パチンコ見に行きます。だやるやん、ほら見て、これは4ドル、これいきましょう。はい、ということで早速ね実際の押していきたいと思います。はい、とりあえずねこのダンバインにした理由だけ先話しておきますかね。ちょっとほんまに思ってる以上に朝しんどくて、でむちゃくちゃ眠たいんですよ。でもうこのコンディションではジャグラーは打てんね。でまあパチンコはねとりあえずハンドル握ってりゃ打てるから、うん、だからまあミッションにもねあるように、一撃2万5000発っていうミッションを、まあ、クリアしようと思ったら、まあ、これぐらいの爆裂スペックを打っていかないと多分到底クリアできないんで、だからちょっとパンクには申し訳ないんですけど、でもパンク本当に1万回転回すから多分バレへんし、やったまあ僕ここでガスンって出してね、うん、サポートしてあげる方がいいかなと思って、だからとりあえずバンダンマインでね、今まだ初当たり1000チャンスもあるから、うん、あともう2、3玉かな、これで当たれへんかったら1000チャンスはなし。2、3、4、5、6、はい、ミッション失敗。まあ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 そんなに甘くないですよね、うん。さあ頑張ろ、はい行きます、よいしょ、うん、まあね、うん、これはまあまあ、うん、しゃあない、ちょっと内容良かったんでね、いいねダンバインね、まあ、降りてくるだけでちょっとテンション上がる、うん楽しい、いいねいいね、999、これ1000ゲームのレバーオン、1000ゲーム達成出ましたね、店長来い、これ当たらんと本当にやばいぞ、いやまずいなこれ、投資はこれが今55本目、うわー前日のやめゲーム数が33ゲームだったかな、でまだまだ遠いです。あーもう1300ゲーム、最悪なスタートになっちゃいましたね。まあ、今日もともとのこの台での目標、まあ、目的一番のミッションは1万ゲームだったんですけど、
まあ、最初ちょっと機材の準備があったりでペース遅くなっちゃったんですが、その後しっかり回せて、まあ、今問題なく到達できるだろうっていうところになってきたので、で大輝郎さんとねまだ1回も話してないんですよ。ずっと僕ここ打ってたんで、なんで、まあ、ちょっと今このタイミングで1回大輝郎さんのとこ行って、まあ、ジャグラーの進捗状況どうなってるのか気になるんで、じゃあ1回様子見に行きたいと思います。ジャグラーはこっちか、ゴージャグ、あ、多分ねマイジャグいると思うんですけど、あれあれマイジャグラーの台数ってここに書い置いてある部分しか書いてなかったよな。そう、マイジャグとファンキーはこの台数だった。あれこっちないよね、5スローコーナー、いや20スローで打ってるはず。え、だって大輝郎さんいたらもうすぐ見た目で分かるもんね。こんな見つかんないとは。気合で引き戻す。あれ何枚打ってる、ここにいたんだ。まあ大輝郎さん、はいはい、何枚打ったんですか。当たりました。今もこれラッシュ、いや確認じゃないです、出た。そうなんだ。え、でもあれジャグラーの方ダメだったんですか。で今ちょっとそう見ていなかったから、回して判別というか、まあ、もうスタートこけちゃってて、はいはいはい、今日は別のミッションやった方がいいかなっていう感じでパチンコしたのかな。もうあの朝からダンバイン、え、朝からちょっとダンバイン、朝からダンバインってどういうことですか。あ、え、ジャグラー打ってからこっち来たってことですよね。じゃあ行ったのは行きました。どういうことですか。え、何言ってんの。ジャグラー打ってないんですか。だから打てないです。ちょ、一回外出ません。本当にジャグラー打ってないんだったらもう一緒にやれないまであるっす。もう一緒にやれないまであるっす。大輝郎何作ってんの。サカリキ。何それ。